お疲れ様です。ただいまから予算決算委員会を開会いたします。審査順序につきましては、お手元に配布いたしました審査順序のとおり進めてまいりたいと思いますので、ご了承をお願いします。これより審査順序に従い議事を進めてまいりますが、委員会の審査につきましては、予算決算委員会の運営に関する要項に基づきまして、審査を進めさせていただきます。案件を赴任いたします。 議案第87号内し同第99号及び承認第3号内し同第16号以上の諸案件を一括議題といたします。まず提出者からの説明は予算決算委員会の運営に関する要項第3条第1項の起点より省略することといたしますのでご了承願います。次に、ただいま不認いたしました案件に対する質疑につきましては 予算決算委員会の運営に関する要項第3条第2項の規定により行わないことといたしますのでご了承お願います。次に案件の各分科会への分担に移ります。議案第87号内市道第99号及び承認第3号内市道第16号の各分科会分担につきましてはあらかじめ予算決算委員会理事会においてご協議いただきましたところ 印刷の上申し上げてあります。予算決算委員会各分科会分担一覧の通り、分科会分担とし、審査を進めることが適当,適当であるとされましたので、そのようにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんかはい。満場ご意ないもと認めます。よって、作用を決定されました。以上で予算決算委員会を参加いたします。